はじめまして、大輔です。この動画では動物性タンパク質を使用しない食事をメインに紹介していこうと思います。これが1本目の動画ということで、簡単に自己紹介させていただこうと思います。名前は大輔と申しまして、現在27歳で会社員をしております。現在ですね、私ダイエットと筋トレやっておりまして、タンパク質の宝と言われております、鶏肉、ささみ肉や、卵を使うことなくダイエットをしている最中でございます。鶏肉なしと言いましたが、実際には動物性タンパク質、牛、豚、鶏、魚、乳製品、卵、そのような動物性タンパク質を摂取することなく、ダイエットと筋トレに励んでおります。今は始めて1ヶ月経ったぐらいなので、まだ体はブヨブヨな状態です。もともとは SNS で大豆、豆ですね、豆をインスタグラムで大豆の良さを発信してたんですけども、その中で動物を食べない方々、いわゆるビーガンという方とつながるようになって、いろんな情報を、得る中で動物性タンパク質が必要ないなと思って、で現在の食生活を選択するようになりました。いろんな情報と言ったんですけども、大きく3つありまして、1点目が環境問題のこと、2点目が人道的面のこと、3点目が健康面のこと。まずは環境問題の面のことなんですけども、現在世界中で地球温暖化が物議を交わしておりますが、その原因の一つとして温室効果ガスの増加が考えられております。温室効果ガスの増加の原因として、畜産物、牛、豚、その他畜産物の、ガスですね、排出するゲップが大きく関与するということを自分は知りました。こちらの図を見ていただきたいんですけども、地球上に存在する温室効果ガスの約 16% がメタンガスであり、そのメタンガスの 37% が畜産物のガスに由来するものと言われております。近年皆様もお分かりの通り、異常気象が頻発に発生しております。その異常気象の原因として大きく温室効果ガスが関わっていると言われております。このような地球破壊を防ぎたいと思ったのが1点目です。その他まだまだ、畜産物が環境に与える影響ってたくさんありますので、随時、発信していきたいと思います。次に人道的な問題です。豚、牛、鳥、それぞれに命があり、私たち人間には分かりませんが、それぞれ大事な感情っていうものを持っております。そのような自分たちと同じ動物を、自分たちの食料という目的で、無秩序に育って、そして裁き、そして要は亡くなったら殺す、そういうような現実をした時に、単純に心が悲しくなったと言いますか、何してるんだ俺たちはっていう風な思いになりました。それが2点目の理由です。最後に健康面のことです。皆さんもご存知だと思いますが、加工食品、ハム、ベーコン、ソーセージは発がん性物質であり、科学的根拠も出ております。また赤身などのお肉も発がん性物質の代表例として挙げられております。また筋肉を動かすのは植物性由来のタンパク質であるということで、菜食が怪我の回復を高めるといった事実から、動物性タンパクを摂る必要がないというふうな選択となりました。その他動物性タンパクが体に与える影響についても今後発信していきたいと思っております。以上の3点から、動物性タンパク質を摂らないプラントベース中心の食生活をするというふうな決断になりました。メインは実際に今自分が食べている動物性タンパク質を使用しない食事について紹介していきたいなと思うんですけども、つどつど今回挙げた3点についても発信していきたいと思いますので、興味があればぜひ見ていただければと思います。自分が発信することで何か皆様の食生活を少しでも変えれるようなきっかけになればいいかなというふうに思っております。肉とか動物性タンパク質を食べるっていうことが、悪いっていうことではなくて、自分も焼肉とかめちゃくちゃ大好きでしたし、最近まで本当にお肉たくさん食べてました。すぐにこう全て変えるっていうのはとても難しいと思うので、本当に月1回とか週に1回とか、1回だけでもそのお肉を抜く食事っていうのを意識してやってもらえれば、
何か自分が発信している意義があるのかなと思いますので、ぜひ一度皆さん試してみてください。最近はコンビニとかファーストフード店、スーパーとかにも、大豆ミートといった、お肉の代わりになるようなものとか、そういったものも置いてありますので、ぜひちょっと一度ねチャレンジしてほしいなというふうに素直に思います。で、本当に今の大豆ミート味もしっかりついてて食べやすいもの多いんで食べれると思います。はい、自分もまだまだ正直その食事のこととか栄養のこととか詳しくないんで、皆様からいただいたコメントとかそういうのを参考にどんどん改善していって、皆様と一緒にいいコンテンツ作っていきたいと思います。そして有益な情報を発信していきたいなと思いますので、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。では次回お楽しみに。